和田夏19月13日から1983年2月18日は、兵庫県姫路市出身の脚本家。映画監督、市川崑の妻。本名は、市川由美子、旧姓は茂樹。戦後間もなく東宝撮影所で通訳をしていた頃、脚本の構成をしたのがきっかけで、市川崑と知り合った。市川は、文才とアイデアに満ち溢れる茂木を愛し、二人は1948年に結婚。茂樹は以後35年にわたって市川の生活を支える傍ら、脚本家和田夏10として、その生涯でほとんどの市川作品の脚本を手掛けるという文字通り講師における市川のパートナーだった。そもそも和田夏10という名は、東宝撮影所時代に市川と茂樹が共同執筆するために考案したペンネームだった。和田は茂樹が NHK の和田信方アナウンサーのファン、ナットは市川がイギリスの2枚目俳優ロバート・ドーナットのファンだったことに由来。その後1951年の恋人で市川が脚本の才能ではとても妻に及ばないとこれを茂木に譲り、以後は彼女専用のペンネームになったという経緯がある。その後市川がどうしても和田と共同執筆をしたい場合には、栗子亭というペンネームを用いたが、これは市川がアガサ・クリスティを崇拝していたことに由来する。和田夏10及び栗子亭の名は、1970年代までの市川作品の大部分にクレジットされている。乳がん発症後は闘病で、脚本執筆が思うようにできない時期もあったが、それでも市川に様々なアドバイスをして、和田風の脚本を書かせており、クレジットの有無に関わらず和田夏10は、市川映画と不可分の存在だった。市川は、自己の監督作品が称賛されると、それは、夏10さんの功績ですと答えるのが常だった。実際二人の関係には、夫婦や同僚のそれを超えた同志のようなものがあった。18年間の乳がんとの闘病の末に死去。62歳没。ありがとうございます。